物語シリーズ行物語技物語は西尾維新による青春会小説物語シリーズの通貫20巻目として講段社ボックスレーベルにて2016年1月に刊行されたイラストは某本が手掛けている現代の回を描き終わり物語にて完結した物語シリーズのその後を描く物語シリーズオフシーズンの第2弾残酷は 美し美め、第0話、アセロラ・ボナペティ、第0話、カレン・オウガ、第0は、翼スリーピングの4本のエピソードが収録される。美し美めは、吸血鬼キスショットアセロラ・オリオン・ハート・アンダーブレードが、まだ人間だった頃のエピソードで、物語シリーズヒロイン保護士の忍びに収録された、美し美めの再録。アセロラ・ボナペティは、 アセロラ姫が吸血鬼になるまでを描く600年前の物語。ボナペティはフランス語で召し上がれという意味。カレン、オーガは、あよしよしきひれんの高校1年生の夏に修行で山ごもりをする物語。暦の高校卒業後の時期になる。翼スリーピングは、母は翼が推しのメメを探して世界旅行を行っていた時期に会議に遭遇した物語。 表紙は、幼少期、肉体年齢10歳ほどの推シの忍が描かれている。前髪パッツンの忍が、小説の表紙になるのは、今回が初。オリコン調べによる、推定売上部数は2016年1月11日から1月17日の1週間で66,100部で、2016年1月25日付の、ブック総合ランキングで1位になっている。 2016年1月30日には、わざもの語観光記念として、スマートフォン向けの8ビットゲーム、技の語が公開された。昔々、とある国にそれはそれは美しいお姫様がいた。彼女の美しさは誰もが褒めたたえずにはいられないほどで、彼女は美しびめと呼ばれた。彼女の悩みは誰もが外見の美しさのみを褒めたたえ、その内面を見てくれないことだった。 そうした彼女の悩みを知った魔女が美しびめにある魔法をかけたのだった。それは彼女の内面を可視化するというもの。しかし彼女の内面はあまりにも美しいため、その周りにいるものは最も大事なもの、自らの命を捧げてしまうのだった。一箇所にとどまり続けると誰かがやってきて命を捧げてしまうため、姫は城を抜け出し、たった一人の逃避業に出るのだった。 2016年1月30日より配信されたスマートフォン向け8ビットゲーム。カレン、オーガを題材にしており、あよしよしきヒレンが師匠に言いつけられて、ホーアが散々に修行の旅に出かける。ゲームスタートではヒレンを主人公としたサイドビューの横スクロールのジャンプアクションとなる。暗号を入力するではクイズの答えを入力することで、 物語シリーズのイラストを題材にした壁紙を入手できる。ありがとうございます。